さて、エントロピー変化の計算できましたでしょうか。これを積分すればいいのですけれども、V 分の1の積分公式、思い出していただければ、こういう形で書くことができるかと思います。NR かける対数、自然対数の、ロガリズムの V1 分の V1 足す V2。で、この数式見ての通り、必ず0より大きくなります。なぜかというと、分母より分子の方が必ず大きいからです。V2、部屋の広さが広くなる分、必ず分子の方が大きくなる。つまり、対数の中身が、1以上になるわけです。1より大きくなるわけですから、エントロピーの変化は必ず大きくなります。これは、穴を開けたという、こういう動作が不可逆変化であるということをまさに表しています。一度開けてしまって外に出てしまったら元に戻すことができないと。だからエントロピーはどんどん増えていくのであるということを端的に表しています。それでは、もう一つ、三つ目の例題をちょっと考えていただきます。2種類の気体を混合するということを考えてみましょう。こういうふうに、真ん中を壁で区切った、2つの部屋にそれぞれ別々の気体分子を、配置します。それぞれ左側には N1 モルの、気体、右側には N2 モルの気体があったとします。で、それぞれの体積が V1、V2、圧力と温度は、お互い同じだったとします。穴を開けると、当然これと同じで、好き勝手に気体分子、ここでは丸い分子と×の分子が好き勝手に混ざっていきます。左のものは右に自由に引くことができますし、右のものは、左方向に、好き勝手に動くことができます。穴を開けて十分時間が、経って完全に混合した時に、エントロピーがどのように変化するのかというのをちょっと考えてみてください。使う数式は基本的には一緒です。エントロピーの定義式 DS は T 分の DQ というのと、熱力学の第一法則、熱量っていうのは内部エネルギーと仕事の足し算である。ここでも理想気体を、仮定しまして、内部エネルギーが CVdT だったとします。ですから今温度が一定のまま混合させているので、これは DT の気温は無視して結構です。なので PdV っていうものの実がエントロピーに、寄与するということになります。理想気体、ですので PV イコール NRT というふうな、状態方程式を使います。それではちょっと考えてみましょう。基本的には一緒なんですけど、違うのは、気体分子が、2種類あるということです。そこに注意していただくと、式はこういうふうに書くことができます。エントロピーは、まず左側の気体分子に対しては、もともとの体積が V1 だったものが、右の方向にも行けるようになった。だから V1 から V1 たす V2 になったと。で、この積分範囲に対して、これの計算をやればいいということになりますね。すなわち、V 分の N1 か、N1R というのを、V1 から V1 たす V2 まで計算すると。これが左側の気体に対するエントロピー変化です。次に、右側についても同じような計算をしなければなりません。すなわち、これ足すことの、もともとの体積が V2 だけだったんですけど、穴を開けることによって左の方向にも行けるようになりました。すなわち V2 から V1 たす V2 に体積が変化したということになります。で、その時に計算するのは、基本的にはこれと一緒で、体積分の、モル数かける気体定数、モル数は N2 モルですね。なので N2R っていうのを計算します。これを DV に対して積分をすればいいと。
いうことになります。この2つの気体分子のエントロピー変化の合計が、全体のエントロピー変化になるということになります。それではここから先がどのようになるのかというのを、計算をやってみてください。